はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。原文が英語でしたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。核ミサイルのエンジンを製造するロシアの工場で火災。国営メディアの報道によると、ロシア国内のロシア軍装備を製造する工場で火災が発生した。ロシアのヤロスラブリにあるヤロスラブリモーター工場では、7人が燃えている建物から救出され、消防は火事原因を調査中です。ヤロスラブリモーター工場は自社ウェブサイトで、多目的ディーゼルエンジン、クラッチ、変速装置、スペアパーツを製造するロシア最大の企業の一つと説明しています。ロシア緊急事態省はタス通信が3月23日午後1時30分現地時間に消防署に火災通報がされたと伝えたとの報道を引用し述べた。ソーシャルメディアで広まっている写真には、空に立ち上る濃い黒煙が写っています。地元メディアの報道によると、火災の前に爆発があったと伝えられています。同省は、消防士によって燃えている建物から7人が救助され、さらに218人が管理施設から避難した。火災は現在鎮圧されていると述べた。ヤロスラブリモーター工場のウェブサイトによると、ロシアとベラルーシの300を超えるモデルの車両と特殊用途の製品に、同社が製造するエンジンが搭載されています。ロシアのブロガーでアナリストのアナトリー・ネスミヤン氏はテレグラムのチャンネルで、工場で何か非常に深刻な火災が発生していると述べたが、それが何であるかについては詳しく述べていない。ネスミヤン氏はこの工場を、トーポリ M 大陸間弾道核ミサイル発射装置用のエンジンを含む、ロシア軍に属する機器用のエンジンと変速装置の最大の製造業者の一つと説明しました。ワシントンに本拠を置く戦略国際問題研究所によると、トーポリ M 大陸間弾道ミサイルはロシアの固体燃料大陸間弾道ミサイルで、射程は 11,000km、6,835マイルです。この事件は2022年2月24日にウラジミール・プーチン大統領がウクライナに侵攻して以来、ロシアで発生した一連の不可解な火災の最新のものです。3月20日月曜日、反プーチン派パルチザン組織ブラックブリッジがウクライナ国境近くのロシア南部の都市ロストフナドヌーのロシア連邦保安庁 FSB の建物で、3月16日に火災が発生した件について、自らの犯行だと主張している。ロシア国内で活動するいくつかのパルチザン運動の一つであるブラックブリッジは、3月16日の爆発と炎上に関するテレグラムの投稿で、 FSB を偽善、暴力、不正の牙城と断じた。ヤロスラブリモーター工場での火災は、今年ミサイル生産の増強を推進しているプーチン大統領にとって打撃となる可能性が高い。ロシア国防省は火曜日の声明で、セルゲイ・ショイグ国防相が精密誘導兵器の生産倍増を命じたと述べた。このように報道されております。ヤロスラブリモーター工場では、核ミサイル発射装置用のエンジンの他にも、ロシア軍が使用する MTLB 汎用早期装甲車両や装甲車両、トラックなどに使用されるエンジンも製造しております。ウクライナ侵略を続けるロシアのショイグ国防相は14日、首都モスクワ近郊の国営ミサイル製造企業の経営陣との会議を開き、高精度ミサイルの生産を2倍に増やすよう指示したとロシア国防省が発表したと報道されております。また、ロシアのプーチン大統領は2022年11月25日、最優先の課題は特別軍事作戦に関するロシア軍部隊の需要を満たすことだ。製造と供給を増やす必要があり、我々も迅速に支援すると述べ、兵器のさらなる製造を指示しました。しかし、今回のヤロスラブリモーター工場の件で、こうしたプーチン政権の指示や方針に影響が出る可能性が考えられると思います。こうした中、次のような報道があります。次は馬で出撃か。戦車不足のロシア、1940年代の戦車を展開して嘲笑される。ロシア国内を輸送中とされるソビエト連邦時代の古い戦車の映像がネット上に投稿され、話題となっている。ウクライナの戦場でロシア軍が被った被害は、こんな旧式の戦車を持ち出さなければならないほど深刻な戦車不足をもたらしたのかというのだ。オープンソースの調査報道団体コンフリクトインテリジェンスチーム CIT は、戦場におけるロシアの装備の損失は非常に大きく、不足分を補うため70年前の装甲車を使おうとしていると報告している。ジョージアの首都トビリシに拠点を置く CIT は、撮影日不明の動画を公開し、ソ連時代の戦車 T-54 と T-55 がロシア極東の沿岸地方にあるアルセーニエフから列車で西に運ばれていると説明した。 T-54 は1946年、
ヨシフ・スターリン政権下で生産が開始され、1950年代が終わる頃、ソ連軍機甲部隊の主力となった戦車だ。ソーシャルメディアではこの動画が意味することや、これらの戦車が前線で使われるかどうかについて憶測が飛び交っている。欧州外交評議会 ECFR の共同議長カール・ビルト氏は、これらの戦車の派遣はロシアの最新兵器がいかに枯渇しているかを示しているとツイートした。次は何だ、 T-34 それとも馬。デニス・ダビドフ氏はツイッターで、1980年代に退役したはずが2022年秋にウクライナ戦に投入されて話題になった T-62 のことを引き合いに出しながら、 T-62 でさえ T-54 に比べれば超現代的だ。次は何だ、 T-34 それとも馬かと書いている。 T-34 は第二次世界大戦で使われたソ連の戦車だ。また別のユーザーは、ウクライナに提供されている欧米の最新兵器とソ連時代の在庫の違いを強調。ドイツの戦車レオパルト1やフランスの装甲車 AMX10RC が T55 や T62 と戦う。一体今は何年なんだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW によれば、 T54、55には現代的な装備を搭載できないという。ロシア軍はこれらの古い戦車をウクライナに投入することで、より多くの犠牲者を出す可能性が高い。このように報道されております。こうしたロシア軍の情勢が報道されている中、今回ロシアの核ミサイルのエンジン、ロシア軍が使用する装甲車両、トラックなどに使用されるエンジンも製造している最大の工場の一つ、ヤロスラブリモーター工場で大規模な火災が発生したことで、今後ロシアの兵器生産という面においてさらなる影響が出る可能性が考えられると思います。ISW は3月22日、ロシア軍は装甲車の不足を解消するためソ連時代の戦車に頼ろうとしている可能性があると指摘したと報道されておりますが、今回のヤロスラブリモーター工場の件で、そうした傾向はさらに強まる可能性も否定できないように見えると思います。他方、クリミア半島をめぐる情勢について次のような報道がされております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳、要約させていただきました。ご了承ください。水中ドローンによるセバストポリ湾への攻撃のビデオが公開されました。3月22日の朝、クリミア半島セバストポリで爆発音が聞こえ、ロシア占領当局は水上無人偵察機による攻撃を発表しました。3機の水中ドローンが確認報告されました。ロシア占領当局はまた、同じ地域で空中目標に対してロシア防空部隊も活動していると述べた。現在別の動画がソーシャルメディアで公開されています。このビデオはロシアの黒海艦隊の基地があるセバストポリ湾に入る水中ドローンに焦点を当てています。動画には少なくとも3機の水中ドローンが映っています。セバストポリ湾では船の動きを妨げるネットが設置されていました。ドローンの1機がこのネット遮断機に衝突し爆発したと思われる記録が残されています。しかし他の2機のドローンはネット遮断機を迂回ジャンプして港に侵入しました。ロシア占領当局が水中ドローンの動きを記録し発砲したかどうかは不明です。公開された映像は湾の水域で水中ドローンが爆発する瞬間を捉えています。爆発の原因はまだ分かっていません。ドローンがロシア軍に攻撃されたか、障害物に衝突して爆発した可能性があります。ウクライナ軍の無人機の新しいバージョンが最近展示されました。おそらく無人機には弾頭があり、ロシア海軍の標的に対する攻撃として使用されるでしょう。現在海軍の無人偵察機がウクライナで建造されており、これはウクライナの海の水域を保護し、ロシアの軍艦が積極的に活動するのを防ぐはずです。このように報道されております。こうした中、アメリカは20日、ウクライナに対する総額3億5000万ドルの新たな安全保障支援パッケージの提供を発表しました。アメリカ国防総省が発表した今回の支援の内容の中には、ハイマース用砲弾や155ミリ口径榴弾砲砲弾などのほかに河川用巡視艇が含まれています。ですので、ウクライナで海軍の無人偵察機が建造されていると報道されていることと、アメリカから河川用巡視艇が提供されるということなどを見ますと、ウクライナの海や河川での軍事能力というのは徐々に発展している可能性があるように見えると思います。また今回の3月22日のセバストポリ湾への攻撃の2日前、3月20日にはクリミア半島北部のジャンコイでロシア軍の巡航ミサイル
カリブルが破壊されたとウクライナ国防省情報総局が発表したと報道されております。ロシアがクリミアの市長に任命したアクショーノフ氏は攻撃を受けてジャンコイの防空システムが稼働したことを認め、建物2棟が損壊したと述べ、市民が撮影した映像には大規模な爆発で火の手が上がる様子が映っていると報道されております。ジャンコイへの攻撃と見られる件についてはドローンが使用された可能性が指摘報道されております。ロシアトゥデイとタス通信は21日夜中にジャンコイ都心部上空に正体不明のドローンが出現し防空網が作動したと現地行政当局の発表を引用して報道しております。アメリカシンクタンク戦争研究所は2022年8月16日付リポートでジャンコイはウクライナ南部へのロシア軍の兵力や装備の輸送拠点となっていたと指摘しています。そしてジャンコイはクリミアと占領下のウクライナの他の地域との間の鉄道ハブとしてロシア軍によって使用されてきたと報道されております。つまり今回クリミア半島のロシア軍の重要拠点ジャンコイとロシア黒海艦隊の拠点セバストポリが連続で攻撃を受けた可能性が報道されていることになります。こうした中ロシア側は次のような反応を示しております。ロイター通信などによるとロシア安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領は24日同国メディアとのインタビューで2014年に併合したウクライナ南部クリミア半島についてウクライナが奪還を試みた場合はどんな武器でも使用できる絶対的な根拠があるどんな武器でもだと述べ核兵器使用も辞さない姿勢を示唆した。メドベージェフ氏は我々の領土を守るために緩衝地帯を作り非武装化する必要があるとも主張。さもなければロシアはさらにウクライナへ攻め込み首都キーウや西部の都市リビウまで占領しなければならないと侵攻を続ける構えを強調した。このように報道されております。今後クリミア半島をめぐる情勢は緊迫の度合いが増す可能性も否定できないように見えると思います。こうした中ウクライナ東部ドネツク州バフムトの情勢について次のような報道があります。ロシア軍は極端な消耗バフムト攻撃ほぼ停滞。イギリス国防省は25日朝ロシア軍による東部ドネツク州の激戦地バフムトへの攻撃がほぼ停滞しているとの戦況分析を公表した。主因はロシア軍の極端な消耗の結果とみられるという。ロシア軍は作戦の焦点をバフムトの南に位置するアウディウカなどの方面に移した様子もあるという。この動向についてイギリス国防省はロシア軍が1月以降の攻勢で決定的な成果を得られなかったことからより防衛的な作戦に戻ったことを示唆していると分析した。またイギリス国防省はロシア軍の攻撃の停滞の背景にはロシア国防省と最前線に戦闘員を出してきたロシアの民間軍事会社ワグネルの間の緊張もありそうだと指摘した。ロシア側での両者の対立は繰り返し伝えられている。東部要衝の戦況安定ウクライナ軍司令官が指摘。ロシアの侵攻開始から13ヶ月、ウクライナ軍のザルジニー総司令官は24日東部ドネツク州の激戦地バフムト周辺の戦況について多大な努力のおかげで安定しているとの見方を示した。ロシアの侵攻開始から24日で13ヶ月、バフムトでは数ヶ月にわたって激しい攻防が続いているがロシア側の攻撃をウクライナがしのいでいる。イギリス軍制服組トップのラダキン参謀長との電話会談後ウクライナ軍参謀本部が内容を公開した。バフムトをめぐってはウクライナのシルスキー陸軍司令官が23日、ロシア側がかなりの戦力を失い力尽きつつあるとし近く反転攻勢に乗り出す姿勢を示したばかり。アメリカシンクタンクの戦争研究所もロシアの春の大規模攻勢はピークを過ぎつつあるように見えると述べた。このように報道されております。こうした中ウクライナ軍が今後バフムトでの反撃を行う可能性が報道されている中次のような報道があります。ワグネル失速、この機会生かす。ウクライナ軍司令官、ウクライナのシルスキー陸軍司令官はテレグラムへの投稿でバフムト近郊でのワグネル戦闘員は多くの犠牲を出し勢いを失いつつあると述べた。同司令官はこの機会を我々は近日中に生かすと言明した。プリゴジン氏、再びアフリカでの活動に集中する計画。ロシア民間軍事会社ワグネルの創業者エフゲニー・プリゴジン氏はウクライナでの戦闘員の任務を縮小する準備を進めている。事情に詳しい関係者が明らかにした。プリゴジン氏は治安当局及び政界の規制勢力との対立を深めており、ワグネルへの囚人勧誘を禁じられ十分な供給が受けられない中で
戦闘員や弾薬不足に直面している。ワグネル戦闘員は数ヶ月にわたりバフムト制圧を試みているが、多大な犠牲にもかかわらず制圧には至っていない。事情に詳しい関係者によれば、プリゴジン氏はアフリカでの活動に再び集中する計画だ。このように報道されております。このブルームバーグの報道が事実だとしますと、ワグネルはバフムトからの撤退を視野に入れている可能性も否定できないように見えると思います。もしワグネルがバフムトから撤退するということがありますと、ウクライナ東部のロシア軍の戦力は低下する可能性ということも考えられてくると思われます。そうした中、今後ウクライナ軍へレオパルトなどの本格的な供与が始まると指摘報道されている中、ウクライナ軍がバフムトでロシア軍を押し返すということがありますと、バフムトのロシア軍の戦線は崩壊する可能性すら否定できないように見えると思います。こうした中、プーチン政権がワグネルのプリゴジン氏がウクライナ侵略を通じ政治的野心を強めることを警戒し、プリゴジン氏の排除を加速させ、ワグネルの代替部隊の編成も急いでいると指摘されておりますが、プーチン政権の昨年9月の約30万人規模の予備役部隊に関しまして、装備の不足や訓練不足などが報じられていた経緯があったことから、プーチン政権、ロシア軍がワグネルの代替部隊の編成を行ったとしても、ウクライナ軍が極めて近いうちに反転攻勢を開始すると述べている時期までに、ロシア、プーチン政権側の代替部隊の編成が間に合うのかどうかというのは不透明に見えると思います。そうした状況の中、ウクライナ軍がバフムト方面で反転攻勢ということを開始した場合、バフムト方面のロシア軍は敗北する可能性も考えられるように見えると思います。3月までにウクライナ東部ドンバス地方の全域制圧をプーチン大統領が指示したと報道されておりますが、そうした中、プーチン政権、ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州バフムトも制圧できず、ウクライナ北東部ルハンシク州クレミンナ方面、ウクライナ東部ドネツク州バフムト、ウクライナ東部ドネツク州南西部ブフレダルという、ウクライナ東部をほぼ縦断するような形の長い戦線の一つも突破できず、ロシア軍に大きな損失を出し、さらにワグネルがウクライナでの任務を縮小する準備を進めているという可能性まで指摘報道されていることになります。こうして見てまいりますと、ロシア、プーチン政権とロシア軍のウクライナ東部への大規模攻勢は一つもうまくいかず、失敗に終わった可能性があるように見えると思います。今後ウクライナ軍にレオパルトなどが本格的に供与され、戦力が整い次第ウクライナ軍が行う可能性が指摘報道されている大規模攻勢がどのタイミングでどの方面に行われるのか、そのことが今後のウクライナ情勢とロシア国内の政治情勢やプーチン政権にどのような影響を及ぼすのか、こうした点も今後注目されてくると思われます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。